スパスクレピキの紋章スパスクレピキは、ロシア連邦のリャザン州北部にある都市で、メシュチョラ定地の中央部、岡川左岸の支流のプラ川沿いに位置する。州都リャザンからは北東へ67キロメートルで、クレピキ地区の行政中心地。人口は6153人。1989年ソ連国勢調査では7209人。2006年の推計では6671人。 スパスクレピキは16世紀に建てられたクレピキという名の集落が元になっている。クレピキとは魚を裁くナイフの古い名である。旧聖主聖堂が建てられた後、スパスコエという名でも呼ばれるようになった。17世紀後半、クレピキはモスクワからカシモフを結ぶカシモフ街道の途中にある市場町として、またアマフを作る工房の町として栄えるようになった。 19世紀半ば、クレピキ地方では、天のクズからできる、浅クズや、木綿などの生産で栄えるようになり、モスクワやウラジーミルなどの繊維産業を支えた。また19世紀末には、リャザンとウラジーミルを結ぶ、狂気鉄道もクレピキを通った。1920年、死の地位が与えられ、同時に、スパススコエとクレピキという二つの名を組み合わせた、現在の地名となった。 スパスクレピキには1909年から1912年にかけてこの町で教職に就いていた詩人、セルゲーニンを記念した博物館のほか、木工品を展示する美術館がある。また1992年に制定されたメシチョラ定地国立公園がこの周辺に広がっている。スパスクレピキには繊維工場や加工場が建つ。モスクワからリュベルツを経て、 カシモフに至る地方道 R105 が通り、ここでリャザンへ向かう R123 が分かれている。1899年に開通したリャザントゥマ間のナローゲージの鉄道がスパスクレピキを通っていたが、1972年に一部区間が廃止され、1999年に全線廃止となっている。ありがとうございます。